警察から感謝状が送られたのは、大和町の古川信用組合吉岡支店の職員、熊谷淳子さんです。熊谷さんは先月28日、窓口で対応した60代の女性から、高額な支援金が振り込まれる対象者に当選したというメールが届き、その支援金を引き落としに来たと説明を受けました。支援金というワードに不信感を持った熊谷さんは、とっさの判断で特殊詐欺ではないかと疑い、警察に通報するなどし、被害を未然に防止しました。支援金が振り込まれるっていうことでお話聞きますと、振り込まれて実際入ってなかったので、ちょっとなんか怪しいなと思いまして、上司に相談いたしました。日々会話を大事にしていきたいなと思います。警察では、特殊詐欺を防ぐには、ちょっとでも不審に感じた場合、警察などに相談するのが大事だと話しています。はい、ありがとうございます。